金山孝之の部屋、今日はマンデリンのコーヒーを入れました。グレード1の豆なんですが、焙煎を失敗して、深入りにしすぎたんですね。それでまあちょっと以前黒柳さんからいただいた、コチャレかエチオピアのコチャレの、深入りの油が出て2週間経った豆をいただいてですね、それが非常に独特で美味しかったもんですから、ああまあマンデリンでもできるかなと思って、その深入りにして油が出たんですけども、それを今日で15日目、2週間と1日プラス1日で今日で15日目で今一口飲んだところですけども、あの黒柳さんからいただいたコチャレほどの味は全然出てませんね。まずくはないんですけども、コクがあって、あの油が出た、その油の味っていうのかな、あれがその1970年代に流行ったその古流の飲み方っていうふうに聞いたんですが、それでゴールドキャッスルの平田さんに先日教えていただいたのが、豆の中にある二酸化炭素、焙煎して二酸化炭素が外に出ていくんですけども、その二酸化炭素が油を連れて出していくと。で、豆の中には二酸化炭素が残っていて、それがじわじわと最長でまあ1ヶ月ぐらいは出続けると。で、それが油が豆の表面に滲み出てくるその要因であるというふうに教えていただきました。ただし、その二酸化炭素は豆の香りも一緒に連れ出していきますので、その味ですよね。香りと油のどこを取っていくかっていうところになるのかなというふうに私は思ってるんですが、まあなんせまだコーヒーを飲み出して半年ぐらいの本当に初心者ですのでよくわかりません。まあでもいろんな楽しみ方ができるのがコーヒーの面白さで、まあそのそうですね、感覚で入れられるところは感覚で入れて、きっちり測るところはきっちり測っていきながら、まあ毎回の一杯を楽しみたいなと思います。で、先日ネルのフィルターを注文しましたので、まああと1週間ぐらいかな、これはまだペーパードリップですが、ネルドリップにもチャレンジしてみたいと思います。コーヒーの話はここまで。次にですね、まあ私の家には神棚があるんですが、まあだいぶ前ですね、十数年ぐらい前に、パッと、ふとこう、思い立って、木材があるところにあったもんですから、それを持ち帰って、まあ、簡単な設計図を書いて、で、自分で神棚を作ったんですよね。今の家に引っ越す前ですね。そしたらなんか思いのほか、まあ全然、売ってあるような、ちゃんとした、扉が閉まるようなものではなくて、ただこう立てかけるもんなんですが、まあそれが思いのほか綺麗にできたもんですから、そこでいろいろお札とかね、そういったものを祀るようにはしてるんです。そうですね、そこに祀ることができるようになったんですが、まあそれで引っ越して、そのお酒をちょっと、前の家は狭いもんですから、お酒を置くまでのちょっとスペースといいますかね、余裕がなかったんですが、今はお酒を置くようになってですね、まあ1ヶ月に1回か、1ヶ月に2回お酒を交換してるんですが、で、酒に花が咲き出して、だいたいまあ春ぐらいですかね、お酒に白い花が咲き出して、あ、珍しいなと思ったんですが、今年、今ですね、この4月、初めて榊に実ができたんですよね。一つ、このぐらいの実が。で、まあ、ちょっと持ってくるのもあれなので、写真を掲載しますが、最初は何かなと、葉っぱがこう、束になって、こう、丸っこくなってるのかなと、もしくは花なのかなと思ったんですが、花はもう、もっと小さいものがたくさん、できるんですが、ああいう玉のような感じになったのは、
と分からなくてですね、でそれでまあちょっとインターネットで調べて、お榊の実というふうに検索すると、あのまあ黒い実とか赤い実があるんですが、そのどうも赤い実の方に似てるなと。うん、でまあそれが最初は緑なんですが、ちょっとある部分がこう赤っぽくなってきてですね、うん、まあそこまで切って花瓶にね入ってるもんですが、そこまで成長できるかどうかは分かりませんが、まあ初めてだったのでね、珍しいなと思って、買った時はなかったんですけどね、おそらく実が、ですからまあ1ヶ月弱の間に育ったのかなというふうには思います。もしかしたら見逃してた かもしれませんけども、まあそれついでにそのいろいろ神棚のことをまあちょっと調べましたらね、どうもちょっとそのお札の配置をね、順序を間違えてたなぁと思って、昨日の夜はですね、まあそれでまあ1時間まではかからないけど30分以上はああでもないこうでもないと、その神様のお札の配置をね、うんと考えながらインターネットで調べたりしながら、ちょっと枚数がね多いもんですからね、でもセンターには絶対天照大御の神様がないといけないし、その右に氏神様で、その左にと、でまあ一つはそのお寺のお札もどうしても外したくないものがありますし、まあその神様と仏様が一緒になっていいのかなっていうところも調べてですね、まあそれは人によって一緒にしても問題ないっていう人もいれば、それは良くないっていう人もいますしね。まあそこは自分の気持ちの中で、感じるところでやっていけばいいのかなって、最終的にはそうは思ってますけども。はい。ということで、お札の話。お札の話じゃないな。榊、お榊の話はここまで。まあそうね。まあもう一つ、そう、調べついでに書いたのは、お榊。榊というのは、木偏に神様の神と書きますので、まあカメラから見てこっちが正面だとしますと、右手側に、右手側の榊と左側の榊があります。で、ここに真ん中に、ここにお札がありますよね。で、漢字はここの木偏に神様の神をここに書きますので、神様というのは、正面から見てこの右手の榊に、宿ると言いますか、そこのお榊に入っていただいて、それでまあ家の中のいろいろな災いであったり汚れであったり、そういったものを整えてくださるんですよね、うん、ですからまあこれは本当かどうか分かりませんが、インターネットのことなんです、あれなんですがね、ですから右側の、はい、こう両側にあるお榊の右側から、右側の方が枯れていくというのは、それは神様が、いろいろやってくださってる証で、右側が枯れるのはいいんだというふうに言われて、左側から枯れるというのは、どうも、そこに配置してる、様々なお札の序列といいますか、順序が違うんじゃないかというようなこと。まあそこから調べて、ああでもない、こうでもないと、お札のことをね、いろいろなったんですが。でも私の家はどっちから枯れるかってなると、それを見てませんでしたので、まあ確かにどちらかが枯れてることはあったんですが、右か左かちょっとわかりませんけどもね。うん。まあそれで、まあ今後よく、その右と左は、もう変えない方がいいと。右側に置いたもの、最初に設置したものは右側、左側に設置したものは左側。で、枯れたからといって間引いて、右と左をバランスよく抜いて、差し込み直してまた祭るっていうのは NG らしいので、ああ、なるほどなと。もう枯れたら、片側だけ枯れたらもう、交換してくださいと。いうことですね。いや、知りませんでしたね。ちょっと。はい。ということです。はい。では、今日の本題に入りたいと思います。今日はですね、私が2014年の8月5日に、教室をやらせていただいている高齢者住宅での講習風景を、先日、ゲスト3名の方をお連れして、そのゲストというのは、ゴールドキャッスル縦編み剣術スクールのゲストの生徒さんなんですが、まあ、その方を、3人ゲストに招いて、
高齢者住宅での杖術であったり剣術抜刀術であったりの講習を、参加していただきました。その動画をお伝えしたいと思います。どうぞ。こう、うん、次第と26がこっち側
まあ、あの動画を見ていただいて、感じ取っていただいたと思いますが、皆さん、非常にこう楽しそうに、全然暗いところがなくて笑顔で楽しそうにニコニコしてで長い方で10年続けてますので、もう教室ができた時の最初のメンバーですね。その方がお二人いますので、今はで、それまあ、それから数ヶ月後に入られた方が一人いらっしゃいます。一番新しい方は、2023年の5月。ですから、来月、もう少しで丸1年となりますが、皆さん、ニコニコと、稽古に励んでらっしゃいますね。月に1回はね、あそこのレストランで皆さんとお食事して、いろんな話をして、まあ、1時間15分ぐらいですかね、大体。で、終わって皆さんお見送りしていただいて、玄関のとこまで出ていただいて、手を振ってお別れするっていうのが、まあ大体この10年の、過ごし方ですね、食事の後はね。心と体の自衛手段といいますかね、健康を害するような、害するよまでの、のめり込みというか、そういう習い事はあまりどうかなというふうには思いますしね、ちょうど良きところで、体に負担が少なく、それでいて心の中のいろんなストレスであったり不安であったりモヤモヤしたものがこう
言葉に出ることで発散していくとか、うん、そのことがたとえ言えなくても何かのお話があったり、稽古の中でそう真剣にそのことを考えて没頭して、その間ね、辛いことがあっても、どうしても良くならない体のことがあっても忘れられるとかね、そうしたことが大事なのかなというふうには思います。まあこれからはね、日本国内もっともっとその高齢者率っていうのは上がっていくとは思いますし、介護っていうのもありますけども、まあ介護をされる方の給料も少ないらしくて、ですから人がなかなか集まらない、ですからその一人が負担する人数っていうのがとても多くてですね、大変らしいんですよね。まあそれで続けられなくてやめてどんどん減っていくっていう悪循環にもなってますので、ですからこの国の未来ってことを考えていきますと、やっぱり高齢者率が高くなって健康なままそのままこう楽しく年を重ねていく、それでいてその方にできる仕事があれば、高齢者であろうがまだまだね、その方の能力が生かされるもの、役に立つものがあれば仕事ができると思いますし、今の時代であれば家の中でも仕事ができると思いますからね、うん、まだまだ現役でいられるなら現役であった方が健康にもいいと思いますし、体のため心のため人任せにこうならないように自衛をしていかなきゃいけないと、うん、それは高齢者に限らず、ある程度年齢がそこに近づいた人たちもそうだと思います。いろいろストレス、病気、不安、怪我からのそういった流れっていうのもあると思いますが、そこから立ち直っていくには体のこともあるけど心のこともあると思いますので、まあそれは鶏は先か卵は先かと同じように、どっちが原因でどっちがその悪くなってどっちもダメになっていくかというところのねことがあると思いますので、ですからそれを自衛していくためには、うん、やっぱりいろんな人たちが関わっていって、うん、まあそれでまあ多少生活できるだけの収入でもいいですから、うん、そういうこれからの生きていく中での関わり合い方っていうことが、僕はそれは指導する側にとっての大きな学びになると思いますし、人としてどう生きていくかっていうことの実地の得難い時間なんですよね、そこは。うん。何かを、技術を持って、経験を持って何かをお伝えしていると。で、それから受け取るものがあるんですよね。その、まあ人生の先輩方からね。うん。それが本当やっぱ体に染み込むというか、心にグッと入ってくるっていうかね。だからまあ10年、もっともっとその先も続いていくとは思いますが、続いてきたのかなというふうには思います。はい。まあですから、まあ映像の中にもありましたけどもね、今後もゲスト人選して私の稽古会もしくはゴールドキャッスルの中からね、ああこの人をちょっとあそこに連れて一緒にねワイワイと賑やかになるだろうなとかね楽しい、皆さんにとっても刺激になっていいだろうなとかね、そういう人を人選してまあ時々お誘いして、で、一緒にご飯を食べてっていうようなことを、今後はもっともっと増やしていけたらなと思います。良き循環を、活動の良き循環の大事なところとしてね、心の中の、源泉といいますか、うん、技の源泉は、まあ自分の一人稽古でありますけど、心の源泉はそういったところにありますのでね、うん、これからもそこで得続けて、いければいいなというふうに思っております。まあ私の母親もね、まあ2年前の3月に父親が亡くなりましたけども、
私の母親も今ちょっと体調が悪くてですね、まあちょっともしかしたら手術をしなきゃいけないと、まあ手術をしなきゃいけないところまでね来てますので、まあご本人も不安だと思いますし、まあ私はじめ兄弟もいろいろとやってくださってます。まあ私は今ちょっとできてないのね、兄弟には申し訳ないなと思っておりますが、まあ母親もこの動画をね楽しみにいつも見てくれてるということで、まあ今回のように、ああいう映像を見てね、喜んでくれてるんじゃないかなと、思ってます。そうですね。はい。では今日はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。